調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍されている方々にお話を伺います。本日は調布市にある白百合女子大学発達心理学科教授の宮本真也先生をゲストにお迎えしてお送りいたします。宮本先生の専門分野は発達行動小児科学、小児科医でいらっしゃって発達障害を中心に子どもの心について臨床研究を行っていらっしゃいます。宮本先生、こんにちは。こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は先生からいろいろと勉強させていただきたいと思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。宮本先生はご専門が発達行動小児科学とありますが、発達行動小児科学とはどういう研究なんでしょうか、教えていただけますか。はい、読んで字のごとしでですね、発達や行動面、それからある程度心の問題に関して、対応、小児科の中で対応するという分野ですね。精神科との違いは、基本的には心の病気は対象にはしないということです。心の病気の代表は統合失調症とかうつ病とかですね、そういったものはたとえ小学校1年生でも精神科の対象になります。一方、病気ではないけれども心の問題っていうのがいろいろあるわけですね。例えば日本の学校精神保健で、古くからある問題の一つに不登校という問題があります。不登校を示している子どもさんのほとんどは病気ではありませんが、なぜか学校に行けないで、苦しんでるわけですね。その意味では支援が必要ということになります。そして、最近私が主に対象としている、主に診療している発達障害のお子さんたちも、発達障害も基本的には病気ではありませんが、今の時代ではいろいろ生活上で困ることがあって、支援を必要としている、そういう子どもたちを対象とする分野だと、考えていただければいいと思います。はい、今お話の中にもありました発達障害という言葉なんですが、現在大変関心が高まってきているように思いますけれども、専門家の立場からまず発達障害の現況を教えていただけますか。そうですね、発達障害、今皆さん日本のですね中で広く関心を集めている発達障害っていうのは、知能の遅れがない発達障害が中心かと思います。発達障害の古典的な代表はいわゆる知的障害ということになるわけですが、そうではなくてですね、そのような知能障害のない発達の問題が日本で注目されだしたのは今から30数年前からです。当時はですね、LD、学習障害といいますが、LD ということが少しずつ関心を集めてきまして、そして、知能に問題がないにもかかわらず文字の読み書きができない等で、関心を集めたということになります。で、その流れの中で集団行動から外れやすいお子さんとかですね、あるいはじっとしていないとか、あるいはちょっとしたことでこうトラブルが多い、そういう子どもたちにも目が向くようになり、やがてその子どもたちも決してその本人の性格や家庭でのしつけの問題ではなくて、もともと持って生まれた特性を背景としているということが、分かるようになり、そういった子どもたちが広く発達障害っていう概念で、捉えられるようになってきたということですね。日本ではその後、今から十数年前ですかね、文部科学省も最初は LD から始まったわけですが、そういうむしろ行動面の問題を示す発達障害の子たちもたくさんいるということで、しかも、知能に問題がないの、ということから、いわゆる通常学級の方にたくさんいるということで、それまでのいわゆる特殊教育というのはどちらかというと、そういう、支援が必要な子どもたちを通常教室の中から抜き出して、支援学級や当時は4号学校と呼んでましたが、4学校等で、教育をするという考え方だったんですが、それでは対応できない、むしろ通常学級の中で、いろいろな支援をしなくてはいけないということで、特殊教育から特別支援教育
というふうな、まあ、あの体制に変えたわけですね。でそこをそれがまあ十数年前ですが、それからこの知能障害のない発達障害の子どもたちが大きくあるいは広く社会全体で関心を集めるようになってきたというのが日本の現状かと思います。その発達障害の特性というのはどういったことでしょうか。そうですね、あの発達障害という言葉で、あのおそらく昔でしたら一般の方が思い浮かべるのは、発達の遅れ、言葉の遅れ、あるいは知能の遅れ、つまり何らかの遅れのある状態というイメージが強かったと思います。しかし今お話したように、まあ、遅れのない発達障害の子どもたちがいる、しかも遅れのある発達障害の子どもたちよりも遅れのない発達障害の子どもが多いということが、まあ、分かってきたわけですね。そうすると発達の遅れがない発達障害は何が問題なのかということになりますと、これは発達の、まあ、一般的には発達の偏りや発達の歪みという言い方をされます。でこういう偏りや歪みは何かができるできないというよりは行動面の問題として現れやすいというのが特徴で、まあ、あの先ほどお話したようにそこからあの注目されるようになってきたというふうに考えていいと思います。具体的にはどういった行動を？そうですね、あの先ほどもちょっと話した、しましたが、ちっともこうじっとしていられなくてすごくこうよく動き回るという多動性であったりですね、まあ、気が散りやすい、まあ、注意の転動性とか、あるいは集中するのがあの、まあ、苦手というよりはその興味があるかどうかであの集中の度合いが大きく、まあ、変動するとかですね、あるいは、その場のこう状況理解があの困難で、そのためにその場にそぐわない、言葉や行動をしてしまう、それを、まあ、かつてはよくあの一般的に空気が読めないとか言われてたわけですが、そういったものがあの今お話したような行動面の特徴がですね、その発達の偏りや歪みの、 あの、実際に外へ現れ方の例ということまで。そういった発達障害の方とのこう向き合い方というんでしょうか、それはどのようにしていったらよろしいんでしょうか。これはあの個々のその発達特性に応じてもちろんあの様々ですけれども、例えば先ほどお話したように注意のコントロールの問題があるお子さんの場合ですね、はい、あの興味があることには集中できるけど興味がないことには集中できなくなってしまうので、これはそう考えますと単純に考えると、まあ、いかにこう興味を持たせるかという対応をまず考えるということになりますね。あるいは、まあ、気が散りやすいんであれば周りに気が散りやすいものをあまり置かないとかですね、というふうにもうあの個々の発達特性にどう対応するかというのはもう、まあかなり個別になりますが、総論的に言うならば今お話したように発達障害の子さんはその子にが持っている発達障害に応じた特性、あるいは、まあ、特徴がいくつかあります。でそういうその子の特徴を理解して、そしてその子がその特徴を持ちながらも他の子どもたちと同じような活動が、あるいは生活上で本人があまり困らないような、まあ、支援を行うっていうのが基本になります。あの発達障害の方は二次障害を引き起こす可能性があるというふうにお聞きしたんですが、この二次障害というのはどんなことが起こるんでしょうか。二次障害という言葉はそうですね、まあ、もともとは脳性麻痺の子どもたちがですね、その脳性麻痺が あることで二次的に起こるさまざまな問題を言っていたんですが、発達障害において二次障害と言われる場合は、発達障害があることで日常生活や社会生活の中でさまざまな困難に出会いですね、あるいは失敗体験を繰り返すことで心理的に不安定となってさまざまな心理的な問題や行動面の問題を生じてしまうことを二次障害というふうに呼んでいることが多いですね。ですからその背景は何かというと、今言ったようなうまくやれなかったないしは注意されたり怒られてばっかりいるという、そういう体験の積み重ねということになります。その二次障害を起こさないための予防というのは
何かあるんでしょうか。一番大事なことは早くからその子どもさんの特徴に気がついて、うん、それに応じた配慮を行うということですね。さっきお話したように、気が散ってばっかりいたり授業中席を立って歩くような多動のお子さんがいたら、まあ誰が考えてもその都度注意されるということになりますよね。で注意されても繰り返すのでだんだん注意叱責が、まあ、エスカレートすると。でもそれがその子たちがわざとやってるんではなくて注意されてもうまくできないんだと、あるいはどうしたらいいかわからないんだという理解があればおそらく注意の仕方も変わってくるでしょうし、そうすると子どもが受ける、印象ストレスの度合いもだいぶ違ってくるだろうと思いますね。ですから早く特徴に気がついて、できるだけ、まあ、適切な、まあ、対応をしてあげる、これが基本になりますね。でもちろんそうは言っても、全ての問題をあらかじめチェックして予防することはできませんので、発達障害のあるお子さんはそうでないお子さんに比べると生活上で特に成長するにつれてストレスを感じる状況は多くなる可能性は高いですね。でそういった時に子どもたちの心の支えといいますかですね、そういったサポートを、まあ、合わせてやってあげるという視点も大事かと思います。でその心の支えになるのは基本的には親御さんと学校の先生ということになります。ですから親御さんと学校の先生の、子どもたちあるいは子どもたちの持つ特徴に対する適切な理解がとても大事だということになります。一緒にいる子どもたち同士というか友達というか子どもたちもそういった理解をやはりそうですね、べきというかその辺はですね、子どものもちろん年齢にもよりますのでね、ただ子どもが幼稚さんや小学校の低学年ですとほとんどあんまり何も思っていませんので、割とまあ気楽にっていうと変ですけどね、あまり意識することなく対応されてるだろうと思うんですね。そしてその後は2つに分かれていくんですが、1つは小さいうちからその発達障害のあるお子さんと同じクラスあるいは同じように同じ集団で生活している子どもたちは自然とですねその子は、まあ、に接するにはどうしたらいいかを学習してしまうということもよくあります。そうすると案外学年が進んでも大きな問題なく、まあ、経過することはよくありますね。でもう一つはやはりだんだん周りの子どもたちがその発達障害のある子を見る目が変わっていってですね、なんかおかしいということでむしろこう引いてしまう、ないしは時にはからかいの対象になってしまうということもあると思います。で後者の場合は状況によってはその周囲の子どもたちにも理解を求めるという対応が必要になります。でただしではですね、なぜその、そういうふうにならないでいい意味でその発達障害のある子を 理解というよりも自然にですねその子との付き合い方を、学んで あまり悪くない関わりができるようになる子がいるかというと、それは最も大きいのは、その子たちが一緒にいる集団の大人、そこの集団にいる大人の態度なんですね。例えば簡単な言い方をすると学校でも幼稚園の先生でもいいんですけれども、その中に発達障害のある子がいてちょっと集団の状況から外れやすいというところがあった場合ですね、それを先生がしょっちゅう怒ってばかりいると周りの子もそういう目で見るようになる。でも先生がその子をある意味適切に理解して配慮ある対応してくだされば、子どもたちはそれを自然に受け入れますので、その子に対して、ネガティブな感情を持ちにくいということで、結局はさっきお話したように周りの大人が適切な理解をするということがとても大事ということになります。今とても悩んでいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、ぜひこの先生のお話をお役に立てていただきたいなというふうに思いました。ここからは宮本先生のことを少しお伺いしたいと思うんですけれども、はい、宮本先生はご出身はどちらですか？私は青森県にある弘前市というところです。そうですか、はい、もうこちらの方に上京してきたのは？私は大学は北陸金沢だったんですが、大学卒業してからはもう、関東にいますので、1978年からですね。ですからもうだいぶ長くなりました。
先生は小児科医のお医者様でもいらっしゃいますけれども、なぜまず医学部に進みたいって思われたんですか？これはまあ高校生の時の、まあ、ある意味ではセンチメンタリズムですが、とにかくまあ人の役に立つようなことを、人の助けになるようなことをしたいと思いまして、まあ、医学の道を考えたということです。そこでまたなぜ小児科を選択なさったんでしょう？私はもともと実は私もともと高校では文系だったので、はい、実は新聞記者になりたいと思ってたんですね。で、新聞記者になって困ってる人のことを報道しようと思ってたんですが、それがまあ医者になった方が直接助けられるんじゃないかということで医学部に変えたんですね。で、ですからそういうバックがあることから人の心に関心があって、で最初は精神科医になろうと思ってたんですが、途中からそこはよく自分のでもよく分かりませんが、なんとなく子どもに関心が向いていって、私が学生時代はまだ子どもの心の問題や心の診療というのはほとんど、やってるところはありませんでしたけれど、子どもの心をに対応する医者になりたいと思い、そして大学の先輩たちに聞いた先輩がほとんど皆さんが、最初は小児科に行った方がいいよと言われたので小児科を考えた。あ、そうですか、はい、それでまた発達障害を研究されるようになったきっかけっていうのは何かおありだったんでしょうか？これはですね、さっきお話したように発達障害が日本で注目されるようになったのは三十数年前からですね。で、まあ、LD から始まってますが、したがって医療の場でもですね、発達障害が割と関心を集めたのはそんなに昔ではないんですね。で、LD が注目された当時でも医療でそういった知能障害のない発達障害に対する関心を持っている人は非常に少なかったんですね。で、私もですから子どもの心の診療を始めて、最初は どちらかというと患者さんは、不登校の子さんが圧倒的に多かったですね、昔は。で、発達障害の子さん、もちろん知能障害のある自閉症のお子さんの相談もありましたけれども、で、そしてまあ、そこからただし遅れのない発達障害の子どもたちはさまざまな行動問題を示すことが多いので、行動問題の相談が増えるようになり、そこから、まあ、発達障害に広がっていったというそういう状況です。とてもこう神経を使うといいましょうか、私たちから見ると大変難しいことをされているような気がするんですけれども、先生のこう気分転換といいましょうか、普段はどのような過ごし方をなさってるんですか？休日などは。そうですね、休日は私あまりないのでどういうふうに答えていいかわからないんですが、お干物を食べたり、あとはまあお酒を飲んだり、私はまあお酒が嫌いな方じゃないもんですから、あともう少し若い頃は私学生時代山岳部でしたので山登りが好きで、よく学会や公園に行くとその近くの山を登る、はい、そういう形で気分転換をしていました。ただ今は、まあ、体力的に落ちたこともあるんですが、なかなかその時間が取れない状況で、完全にリタイアしたら、まあ、復帰しようと思ってます。大変お忙しい毎日なんですね、いろいろとお話を伺って、本当にわからないことが多く勉強になりました。残念なことに終わりの時間が近づいてまいりましたので、はい、最後にお聞きしたいんですが、現在先生は白百合女子大学の学生さんたちに向けて授業されてるんですが、本物にできるだけ触れる時間を心がけてほしいというメッセージを送られているんですが、その真意というのはどういったことなんでしょうか？やはりもちろんですね、いろんな事情や状況でですね、例えば音楽は本当はコンサートに行ければいいんでしょうけど、今は CD じゃないですね、もうデジタルですけれどもね、で聞いたり、あるいは映画等で見たりとかもあるかもしれませんが、でも
要するにあるいは、まあ、絵なんかでも画集で見たりっていうのもありますが、わかると思うんですが、そういう実際のものを画像や音声で、収録したものっていうのは必ず実際のものにある情報の一部やある程度のところは欠けてしまいます。ですから絶対に本当の本物とは違うんですね。で本当のものに常に接する、あるいは機会があることに接することで、違いが分かるようになっていく。それがとても特に若い人たちには大事だと思ってます。これはもう簡単なことで、そうですね、何がいいですかね、まあ、味付けにしてもですね、よく関東は、濃くって関西の方は薄いと言われますけれども、私も青森県の人間で、青森も比較的味は濃い方ですが、金沢で6年間いたらですね、青森に帰ると青森のものがものすごくしょっぱくって感じるようになるんですね。で特にですから刺激が強いものに常に接していると刺激が弱いものが分からなくなりますけれども、刺激の弱いという言い方変ですけれども、多彩な刺激といいますか、感覚が感じられるような状況にあれば、むしろ多彩な多様なものが感じられ、まあ、考え方も広まっていくんじゃないかというふうなことです。ありがとうございます。今回の調布ワクワクステーションは、調布市にある白百合女子大学発達心理学科教授の宮本真也先生をお迎えしてお送りいたしました。お話を伺ったのは峰田理香子でした。宮本先生、本日はありがとうございました。いかがでしたか？この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。宮本先生のお話の様子もご覧いただけます。どうぞご覧ください。これからも調布で活躍されている方々にお話を伺いますので、どうぞお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。